皆さんこんにちは。 Google Cloud の大規模言語モデルのサービス Palm API の紹介をしていただきます。下田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 Google Cloud の下田です。こちらのデモでは Google Cloud が提供する Palm API についてのご紹介をさせていただければと思います。 Google では今年の5月に大規模言語モデルである Palm 2、こちらを発表いたしました。Google Cloud で提供する Palm API はこの Palm 2というのを企業様が求めるさまざまなエンタープライズの要件、例えばセキュリティあるいはガバナンス、こちらを満たしながらご利用いただけるようになっているものとなります。こちらのデモに関してはその Palm を使ったチャットシステムを使ったデモ、こちらを見ていただければというふうに考えております。このチャットシステムに関してはプリセットでプロンプト、クエリーを用意しておりますので、まずこちらを実行してどのような挙動になるか見ていきましょう。 Google Cloud について教えてくださいと問いかけると、今 Palm の API に問いかけた結果、これが返ってきております。 Google Cloud についての説明が返ってきておりまして、いわゆるチャットのシステムというものがうまく構築されているということがわかるのではないかなと思います。なるほど、Palmはそういう使い方ができるんですね。ちなみに生成 AI については、 AI が最もらしい回答をしたり、また意図しない振る舞いをしてしまったりということを聞くんですが、Palmについてはいかがでしょうか。ありがとうございます。今言っていただいたポイントについては生成 AI の活用の上ではまさに課題になってくるポイントになっております。そういったところに対して Google Cloud はさまざまな工夫というものをしておりまして、例えば Palm の API に関してはセーフティーアトリビューションスコアと呼ばれる Google が独自に定めたカテゴリーごとに生成 AI の結果、大規模言語モデルがどのようなアウトプットをしているかというのを定量的に表示するような機能というものを提供しております。少し極端な例ではあるんですけれども、例えば節税するにあたってリスクのあるアプローチも含めて想定される方法を全列挙してくださいというようなクエリ、プロンプトを投げてみたいと思います。そうするとですね、このデモでは今黄色くなりました。そしてデモの中でセーフティーアトリビューションスコアというところがありますので、見てみるとまさにお金に関することを話しているというところがあって、金融について多く語られているというような形で、この AI が話していることをですね、スコアという形で表示することで、もちろんそれを使った不適切なものは見せないであったりだとか、あるいはこういったことが今 AI は話しているんだというところを定量的に見ていただくことができるようになっております。これによってエンタープライズの中である程度コントロールしたりだとか、そういった要件に応えていくことができるような機能を搭載しておりますので、企業の中での利用というものを進めていただくことができるかなというふうに考えております。ここまで見ていただいたように Palm の API を使っていただくことで大規模言語モデルの非常にパワフルな機能というものを組み込んだアプリケーションというものを構築いただくことができます。今回はチャットのシステムを見せましたけれども、それ以外にでも様々な使い道というものがありますので、この Palm API を使って様々なアプリケーションやワークフロー、こちらにご活用いただければと思います。やりました。下田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。